モビールモビールは、動く、彫刻の一種。紙やプラスチック、金属板、薄い木の板のような軽い素材を、糸や棒で吊るし、特定の位置でバランスをとって安定するようにしたもので、ある。おのおのの部材は一箇所だけで吊られているので、回転しやすく、風や人の手で揺り動かすと、複雑に予想しがたいような形に変化する。芸術品としての価値も高いが、 多くの安価なものがインテリアやチーク玩具として使用されている。デンマークでは古くから室内装飾として用いられてきたが、アメリカの彫刻家のアレクサンダー・カルダーが芸術作品としてのモビールを創始したことで知られている。1930年、ピエト・モンドリアンの抽象画にインスピレーションを得たカルダーは1932年に動く抽象画としてモビールを発表し、 高い評価を得た。当初は彼のモビールは床置き式であり機械仕掛けであったがやがて風の力で揺れるものへ変わり、さらに宙に浮かぶ図形を作りたいと模索した結果、天井から吊るすモビールが出来上がった。これには日本の風鈴をはじめ様々なものの影響を指摘する説があるが定かではない。モビールという名前はマルセル・デュシャンが アレクサンダー・カルダーの動く彫刻を表現するために考案した名称である。モビールは乳児の保育などにも使われる。ベビーベッドの上に吊るして子供を楽しませ視覚的な刺激を与えるためである。モビールは多くの作曲家にヒントを与えてきた。モートンフェルドマンやアール・ブラウンはカルダーのモビールに影響を受け不確定性の音楽作品をいくつか残している。 フランクザッパもまた自身の作曲をカルダーのモビールになぞらえたことがある。本来芸術作品としてのモビールはカルダーの作品だけを指す用語だったが他に二人の注目すべき芸術家が同様のコンセプトに取り組んでいる。マンレーは1920年前後にモビールの発想に基づいて実験を行い、ブルーノムナーリは1933年にボール紙に楽しげな色を塗った。 役に立たない機会を作り出した。ありがとうございます。